どうもマック鈴木です。本日は、大食いの動画ではないんですけれども、一つちょっと皆様にご協力いただきたいなという内容の動画になっております。僕が、常日頃お世話になっている僕の恩人、本当に僕を優勝に導いてくれたり、講師プライベートともに、大恩人の高田馬場の表裏の兄貴こと松下さんの、お店、高田馬場の旨辛ラーメン表裏というお店で、この度、子供ラーメンという活動を始めました。で、その子供ラーメンって何ですかと。最近、コロナ禍になりまして、貧困問題というのがすごい出てきていると。それにおいて、貧困問題における被害者の、一つに、子供たちというのがございます。親御さんが貧困になり、それが、子供たちにも影響すると。で、何があれだって、お腹減ってる子供たちがちょっと、すごいこう、助けてあげたいっていう兄貴の思いがすごい強くて。で、今回始めたのがこちら。子供ラーメン。はい。こちら新型コロナウイルスに伴う様々な生活環境と戦う子供たちを応援しますと、こんな時は美味しいラーメン食べて笑顔になってねという、こんな感じの、内容になっているんですけれども、こちらなんと小学校6年生までは無料になっております。で、お腹が減っていれば1日何回でも来て OK という感じでございます。親御さん同伴が望ましいんですけれども、もしかしたらちょっと状況的に来れない方もいらっしゃる可能性はあるので、そういう場合はお子様だけでも OK という感じでございます。こちらつけ麺とラーメンあるんですけど、基本的に並盛りの量になりますので、普通の1人前になります。これを、子供ラーメンお願いしますと言えば、高田馬場の、表裏のスタッフさんが、対応してくださるという感じの内容になっておりますので、僕こういうことめったに言わないんですけど、ぜひぜひ拡散よろしくお願いします。これは、兄貴がツイッターで上げてて、僕はこの内容を知って、僕が兄貴にちょっとやらしてくださいって言って、ちょっとやっぱ僕も一人の、二人か二児の親になって、父になって、その兄貴のこの思いにすごいこう共感できるというか賛同したので、この度、こちら子供ラーメンというのを、動画を今撮らせてもらってます。本当に今日は食べないでこれだけで終わるんですけれども、本当にお腹が減って、辛い思いをしている子供を一人でも助けたいと、ゼロにしたいという兄貴の思いがこういう形になりましたので、ぜひぜひこの動画の方を、拡散お願いいたします。ちなみにですが、こちらラーメン、じゃあこのお金どっから出てるのと。実はですね、お店の、中に募金的なボックスがあるんですね。そちらの方から賄うと。なのでこの後僕募金の方に、募金箱の方に行って、店内にあるんですけれども、ここ軽くちょっとお見せしますので、映像だけですけれども、そんな感じの内容になっておりますので、ちょっとたどたどしくて申し訳ございませんが、ぜひとも、こちら拡散していただいて、一人でも多くの、お腹が減ってて、辛い思いしているお子様がに届きますように、そしてそういうお子様がゼロになるようにという、運動、もし賛同してくださる方いらっしゃいましたら、こちらの動画を拡散していただけると嬉しいなと思う次第でございます。そんなマックスでした。失礼します。Change my mind. Your head strong forward.